ナンバーアンダーラインアイグッズ、開始0分で完売。泣きっ面つ次つこそは絶対ゲットしたいあなたへ送る。徹底攻略法。ナンバーアンダーラインアイライブ T シャツ着てみた。普段使いできる。正直レビュー。ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインライビーツアー。皆さん、こんにちは。今年も残すところあとわずかとなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。私はというと、 先日発表されたナンバーアンダーラインアイのライブツアー、ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーラインライビーツアーのことで頭がいっぱいです。メガハート当選した喜びもつかの間、すぐにグッズ販売が開始。毎回のことながら、サイトにつながるか不安で、心臓バクバクですよね。汗汗ツイッターを見てみると、私と同じようにグッズ購入に奮闘するティアラの皆さんの声があふれていました。 今回はスムーズに買えた、という喜びの声もあれば、カートに入れたのに買えなかった、泣きっつら住所入力で手間取ってたら売り切れちゃった、という悲痛の叫びも。そうなんです。人気グループのライブグッズは、まさに争奪戦。欲しいグッズを手に入れるまで、ドキドキハラハラが止まらないんです。今回のグッズで特に話題になっているのが、メンバー3人の顔がプリントされた T シャツ。Twitter でも、 顔面強すぎ。部屋着にするにはもったいなさすぎると大絶賛されています。私も、サイトで見た瞬間、絶対買うと決めていました。でも、いざ購入画面を見ると、本当に買う。これ普段着れる、と一瞬冷静になってしまったんです。だって、あの顔面強めの T シャツを街中で着こなす自信が、泣き笑い。でも、やっぱりライブに来ていくなら、 あの T シャツしかない。と、自分に言い聞かせてポチっちゃいました。笑い、それに、もし街中で同じ T シャツを着ている人を見かけたら、それだけで運命感じちゃいますよね。スパークきっと、熱いナンバーアンダーライン愛得で盛り上がること間違いなし。今回のグッズ販売では、転売やヤー対策として、購入制限が設けられていましたね。それでも、 転売目的で購入する人が後を絶たないのは悲しい現実です。大好きなアーティストに、少しでも多く還元したいというファンの純粋な気持ちを踏みにじるような行為は、絶対に許せませんよね。怒った顔。グッズ販売を通して改めて感じたのは、ファン一人一人のナンバーアンダーライン愛への熱い思い光るハートライブに行ける喜び、メンバーに会える喜び、そして、グッズを身につけて応援できる喜び。 そうした思いが、グッズ販売という一つの舞台で交差しているんですね。私も、今度こそライブでペンライトを振りながら、ナンバーアンダーライン愛の三人に、お帰りなさい、と伝えたいと思っています。そして、会場が一体となって、彼らの歌とダンス、そして笑顔に酔いしれたい、スパークそう考えると、今から楽しみで仕方ありません。皆さんは、どんなグッズを購入されましたかまた、 ライブへの期待や意気込みをぜひ教えてくださいね。ニコニコ顔。ライブに行くという喜びは、ファンにとって特別な瞬間です。特に、お気に入りのアーティストのパフォーマンスを目の前で見ることができる体験は、一生の思い出となるものです。しかし、その期待と喜びには時折、厳しい現実が伴います。その一つがライブグッズの購入です。ライブに参加できる喜びと、 グッズ購入の困難さは、まるで表裏一体のように存在します。ライブが近づくと、多くのファンが待ち望んでいるのは、アーティストのパフォーマンスだけではなく、そのツアーやイベントの記念品としてのグッズです。ライブ T シャツ、ペンライト、アクリルキーホルダーなど、これらはただの物理的なアイテムではなく、ライブの記憶を永遠に閉じ込める手段であり、ファンとアーティストをつなぐ大切な象徴です。しかし、 そんな期待に満ちたグッズ購入のプロセスが、しばしば大きなストレスや失望を伴うことも少なくありません。今回のライブツアーでも、グッズが瞬く間にソールドアウトする事態が続出しました。グッズページが開けないカートに入れたのに決済画面に進めない、ペンライトが売り切れたなど、ファンたちはその度に不安や苛立ちを感じています。さらに、ライブ終了後にオンラインで注文しようとしても、すでに在庫がなく、 何度も購入を試みるうちに、ついに諦めざるを得なくなることもあるのです。このような状況は、ファンとしての期待感を裏切られたような気持ちにさせられることが多く、毎回のように、またかと思ってしまうこともあるでしょう。この問題の背景には、ライブグッズが限定的に生産され、需要と供給のバランスが常に難しいという現実があります。ファンとしては、もっとたくさん作ってほしいという気持ちが強いですが、 アーティスト側としても、在庫を過剰に抱えるリスクや、ライブの特別感を保つために限定性を重視している可能性があります。このジレンマは、ファンとアーティスト双方にとって難しい問題です。また、最近では転売が大きな問題となっています。限られた数量のグッズが瞬時に売り切れる中で、悪質な転売業者がその状況を悪用し、高額で再販売するケースが増えています。 これは多くの正規のファンが本当に欲しいアイテムを手に入れられない原因の一つでもあります。転売防止のために一部のアーティストや運営側が購入数を制限したり、抽選システムを導入したりする対策を取っているものの、依然として転売問題は根深く残っています。ファンとしては、一人でも多くの正規のファンがグッズを手に入れられるよう、転売の取り締まりをさらに厳しくしてほしいという声もあります。それでも、 ファンはライブに行けること自体に大きな喜びを感じています。今回のライブで初めてチケットを当選したというファンもいれば、何度も落選を繰り返した末にようやく参加できるというファンもいます。特に、自分の名義ではなく、家族や友人の協力でチケットを手に入れたというケースも少なくありません。関東に住んでいても、地方遠征しなければチケットが取れないという厳しい現実もありますが、 それでもアーティストと過ごすその一瞬のために努力を惜しまないファンの姿勢は感動的です。ライブ当日の楽しみはもちろんのことですが、実際にライブに行く準備段階もまたファンにとって大切な体験です。例えば、ライブに来ていく T シャツを選んだり、友達と一緒にどんなグッズを買うか話し合ったりする時間は、まるでその日の特別な儀式のように感じられるものです。今回のライブツアーでも、 T シャツのデザインが非常に話題になりました。有明の盆栽をイメージしたデザインや、90年代から2000年代のロックバンド風の T シャツは、ファンの間で大きな反響を呼びました。特に、ピンク色の髪をしたファンが、その T シャツを着ていけるかどうかを不安に思いながらも、デザインの斬新さに興奮している姿が印象的です。このような個人的なファッションの悩みや期待は、ライブに向けた準備の一環として、 多くのファンに共感を呼びます。また、ライブグッズにはファッション性だけでなく、実用性や記念性も求められています。例えば、ペンライトやうちわはライブの必需品でありながら、そのデザインや素材にこだわることで、ファンの所有欲を満たしています。今回のペンライトチャームは、ファンが3人分のアーティストのペンライトを揃えようとして購入したものの、思っていたものと少し違ったというエピソードもあります。 こうした小さな誤解やサプライズも、後から笑い話となり、ライブ体験の一部として楽しい思い出に変わるのです。一方で、ファンの中には仕事や生活の都合で、なかなかリアルタイムでグッズを購入できない人もいます。21時まで働いていて、やっとライブグッズを買おうとしたら、もう売り切れていた、という声もあり、特に社会人ファンにとっては、時間の制約が大きな壁となっています。 こうした現状を考えると、グッズ購入のシステムをもう少し改善してほしいという意見が増えています。例えば、事前に予約制を導入したり、購入時間を長めに設定するなど、より多くのファンが公平に購入できる仕組みが望まれています。その一方で、デジタル技術の進化により、ライブの楽しみ方も変わりつつあります。以前は、 ライブに参加できないファンはそのパフォーマンスを見逃してしまうことがほとんどでしたが、現在ではオンライン配信やライブビューイングが普及しており、会場に行けないファンもリアルタイムでライブを楽しむことができるようになっています。このような新しい楽しみ方は、特に遠方に住んでいるファンやチケットが手に入らなかったファンにとって救いとなるものです。もちろん、直接会場で体験するライブの迫力には及ばないかもしれませんが、 それでもアーティストとの一体感を味わえることは大きな魅力です。さらに、ファン同士のつながりも、ライブの魅力の一つです。SNS を通じて、ライブグッズの購入やチケットの交換情報を共有するだけでなく、実際にライブ会場で友達と会ったり、新しいファン仲間と出会うことも楽しみの一部です。ライブ後には、SNS で感想や思い出を共有し合うことで、ファンコミュニティがさらに強固になります。 特に、アーティストの SNS アカウントでライブの裏側やメッセージが投稿されると、ファンたちはその情報を瞬時に共有し、喜びや感動を分かち合います。このように、現代のライブ体験は、単にその瞬間を楽しむだけでなく、その前後のプロセス全体がファンにとってかけがえのないものとなっています。まとめると、ライブグッズの購入はファンにとって大きな喜びであると同時に、 時にススストレスや困難を伴うプロセスでもありますしかし、その困難を乗り越えた先に待っているのは、ライブという特別な体験です。アーティストとの一瞬の時間を大切にし、その思い出をグッズとして手元に残すことは、ファンとしての誇りであり、愛の表現でもあります。